流れ星を見よう。もうすぐ流れ星がたくさん流れる日があります。それは双子座流星群のことです。12月5日頃から流れ始め、13日の夜から14日の朝方にかけてたくさん流れ星を見ることができます。皆さんは本当の空で流れ星を見たことがありますか？見たことありますよね。ところで流れ星ってどのくらいの大きさのものでしょうか？10メートルくらい？5メートルくらい？もっと小さいかな？もっと大きいかな？流れ星はとても小さいものなんですよ。数ミリから1センチ程度の小さな宇宙の塵が地球へものすごいスピードで飛び込んできて、地上100キロくらいの高さで空気とすごい衝突が発生して、その結果塵が非常に高い温度のプラズマ状態になって光を出す。それが流れ星の正体なのです。100キロくらい上空で光りますから、国際宇宙ステーションやオーロラよりも低いところで光っているのです。遠い遠い夜空の星が流れているのではないんですね。100キロメートルは茅野から北の方へ行けば長野県の境村あたり、南の方へ行けば天竜村のあたりまでの距離となります。100キロメートル離れた場所で発生した光を見ている流れ星との距離、なんとなくイメージできましたか？ところで流れ星には一つだけスーッと流れるものと、一晩にたくさん流れるものがあります。たくさん流れるものを流星群と言います。さて、流れ星の元になる小さな宇宙の塵をばらまいているのは誰でしょうか？それはほうき星の彗星です。ほうき星の彗星がばらまいているのです。ほうき星の彗星はその通り道に塵をばらまいていくのです。ゴミを散らかしていくのですから、ほうき星の彗星はちょっと行儀が悪いですね。そのばらまかれた塵の中に地球が飛び込むと、地上から流れ星となって見られるのです。塵は地球の引力に引っ張られて平行に地球に飛び込んできます。遠いところから平行に飛び込んでくるものは、地上にいる私たちにはある点を中心に四方八方へ広がって見えます。電車の線路に近づいてみると、線路は平行のはずなのに遠くが小さく手前が広がって見えるのと同じです。四方八方に広がる中心を流星群の放射点と言います。そして放射点のある星座の名前を取って〇〇座の流星群と呼ぶのです。一年を通じて流星群はたくさんありますが、特にたくさん流れる流星群が3つあり、三大流星群と言われています。1月の四分岐座流星群、龍座の位置ですが、昔の名残で四分岐座流星群と呼ばれています。8月のペルセウス座流星群、12月の双子座流星群です。その一つ双子座流星群が間もなく見られるのです。今年は一番たくさん流れ星の見られる日が12月の13日から14日にかけてです。その日は月明かりもなく、暗い空に一
1時間に30個以上の流れ星を見ることができます。でもただ見るのではなく、このような表を作って20時から20時10分まで10分間にいくつ流れたか、21時頃まで1時間流れ星の数を数えてみてください。これも立派な係数観測という流星群の観測方法なのです。